こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回はですね、ちょっと皆さんいつもと違った背景で動画をお届けしたいと思います。この背景皆さん見たことないですよね。今日僕がお邪魔しているのは、こちらの写真見ればちょっとイメージが湧くかなと思うんですが、無印良品さんですね。秋冬の展示会にお邪魔しています。今日はこちらからですね、秋冬のちょっと注目アイテムを皆さんにですね、しっかりとご案内をしていきたいなというふうに思っています。ところで皆さん、僕最近ですね、無印良品さんの商品って結構紹介多いと思いませんか？はい。去年の今頃って実はそんなに多くはレビューしてこなかったんですが、春夏からですね、ちょっと雰囲気変わったなというふうに感じていまして、サイズ感だったりだとか、デザイン性もちょっとこう今の空気感をうまく取り入れたような雰囲気になってきたなっていう印象があって、結構春夏皆さんにご紹介したんですが、例えばですね、こちらにもちょっと一部アイテムありますけども、このあたりですよね。風を通すこういったカットソーとかもすごくバランスが良くて、こういったものもサイズ感ちょっとオーバーに振ってあるので、ちょっと今っぽく着れてすごくバランスがいいなと思うんですが、やっぱり雰囲気変わってきてるなっていう感じがするんですね。それがさらに加速してるのが今年の秋冬かなと思うので、皆さんにもきっと楽しんでいただけるんじゃないのかなと思います。これはですね、現時点では僕の手元にはないんですが、すでにオンラインで2色購入していますので、おそらくこの動画が出来上がってる頃には僕のレビューは出てるかなと思うんですけども、なかなかですね、素敵で今すぐ着たいものも多いんですが、もう季節はですね、秋冬です。向こうの方にはですね、クリスマスツリーとかもあったりするので、だいぶですね、雰囲気が、ちょっと早いんですけども、秋冬のちょっと新鮮な感じが楽しんでいただけるのかなと思います。こちらも見ていただくとですね、ニットですね。ニット出てますね。チューニングアーツの使いやすいニットになってまして、ちょっとこう、オレンジかかったブラウン、すごくいい雰囲気ですし、バンドカラーシャツね、内側に入れて、こういったレイヤード組むのも、なんか雰囲気いいですよね。このまま、なんか真似したいような着こなしですね。コーデュロイのパンツもまたいいですね。ちょっとこっち行ってみましょうか。なんか無印さんらしいというよりは、またちょっと雰囲気だいぶ変わってますよね。この辺もちょっと見てみましょうか。良くないですか？このブルゾン。中綿のブルゾンなんですけども、ふわっとした手触りで、ちょっとサイズ感もオーバー気味で、また色がいいですよね。なんだろう、ちょっと薄めの淡いオリーブがかっていて、この感じもいいし、ちょっとね、ワイド感のあるこのチノパンもいいですね。タック入っていて、これ2年前に見たら、無印良品さんのイメージって感じしないかなと思うんですよ。それぐらいなんかテイストがだいぶ変わってきてるかなと思うんですが、これね、めちゃくちゃそのまんま真似したいような着こなしかなと思いますね。いいなぁ。この靴もいいっすね。ブラウンの。良くないですか？ちょっとなんか無印さんらしくない、いい意味でらしくないものが増えていて、個人的にはちょっとね、いろいろ着てみたいなと思うんですよね。はい。今日はたくさん人がいらっしゃっていましたね。こちらもね、僕のような YouTube やってる方とか、いろいろといらっしゃるんですけども、皆さん、あちら見えます？あのフォルムは、先ほどご挨拶させていただいたんですけど、なんと、リッキーさんがいます。皆さん。今後ちょっとコラボレーションしようと約束しましたので、またね、今後の動画も楽しみにしていただきたいなと思っています。はい、ちょっとこっちのニットゾーンに行ってみましょうか。ニットもね、ちょっとバリエーションが豊富で、このあたりのね、中肉厚のニットはもう鉄板で間違いのないね、着こなしができるかなと思うんですね。で、洗えるんですよね。ミラノリブのニットで気軽に洗えるというところも、生活に寄り添っていて、すごく使い勝手がいいポイントですね。緩めでバランスもいいなと思うんですけども、この辺だとか、あとはやっぱり僕も大好きなグレー系の色ですね。このあたりも、都会的なシャープな色味で、なかなかバランスがいいですし、だけどサイズ感はちょっと緩いってところが、なかなかバランスがいいんじゃないでしょうかね。そして、これですね。ミラノリブのニットでパーカー作ったって感じですね。これもめちゃくちゃいいっすね。こういったパーカーなんですけども、素材をニットにすることで、だいぶこう、大人っぽく上品な雰囲気が漂いますし、ね、なんかオーバーサイズなんですけども、ちょっとこう、カジュアルに見えすぎないような、あえて紐もないし、カンガルーポケットもないんですよ。このあたりも含めて上品な大人の着こなしが
実現できそうですね。これいいな。僕だったらやっぱりブラックとちょっとこのブラウンなのかな、この色合い、この2色は鉄板ですね。去年まではちょっとなかった感じがするんですが、いいな、欲しくなっちゃいますね。やっぱ秋冬ってこのお洋服自体のバリエーションが多いので、やっぱワクワクしますよね。その中でこの辺りのブルゾンとかもいいっすよね。まあ、先ほどねマネキンに着てましたけども、これ羽織ってみましょうかね。なかなかいいですよね。あ、軽いですね。ふわっとした感じでブラックで、あー、どうですか、良くないですか。サイズ感もちょっとゆったりとしていて、これぐらいの雰囲気で着れるとなんか無印さんらしくなく今っぽい雰囲気が出てますね。まあ、ベーシックで木をてらったところはないんだけども、サイズ感で今っぽいってところで無印さんの良さと今の空気感がうまくブレンドされている感じがして、僕はこれいいなと思いますね。軽くていいな。これはちょっと秋冬にはすぐになんかチェックしたいアイテムですね。ブラックもいいけどね、さっきのねオリーブっぽい色が良かったんだよな。あれも欲しいですね。ちょっと物欲が刺激されますね。 あとこの辺りのキルティングジャケットもいいですね。あ、いいですね。これブラウンなのかちょっとボルドーっぽい色味でもありますが、ダークブラウンっていう色味ですね。この色味がなかなか素敵ですね。ちょっと着てみましょうか。良さそう。はい、着てみましたがいかがでしょうか。これも素敵ですね。これサイズ L なんですけど、身長164センチ53キロの僕でも L ぐらいでちょっとゆるっと着るのもなかなか素敵だなと思いますね。ちょっとボルドーっぽい感じのするこのブラウンがね、なかなか雰囲気良くて、これも素敵ですね。軽くてこれも楽だし、うん、すごく使いやすそう。ぜひ皆さんチェックしてみてください。続いてこっち行きましょうか。ボトムスですね。このあたりもねだいぶ雰囲気変わってきてまして、見てください。コーデュロイのイージーパンツですね。360度ゴムが入っていてリラックス感があるんですけども、タックが入っていてワイド感のあるボトムスですね。このあたりも使い勝手良さそうですね。これもねちょっと従来の無印さんらしくない今っぽいアイテムですね。欲しいな。これもね3990円、価格帯もやっぱ落ち着いてるので使い勝手良さそうです。ホワイト系もいいし、あとはちょっとブラックのコーデュロイもいいですね。ちょっと腕が太めなのでなかなかこれぐらいのねパンツも雰囲気があっていいんじゃないのかなと思いますね。いやー盛り上がってますね。歓声が聞こえますけどなかなかいいですね。はい、メンズだけじゃなくてレディースもいっぱいあるんですけどね。このあたりのねちょっとこうざっくりめのニットなんかもすごくバランスいいですね。あー、いいですね。ミラノリブのねさらっとした感じも使いやすいかなと思うんですが、これぐらいこうね網目がしっかりとしてるものもコートの内側に入れた時の存在感が結構あって良さそうな気がしますね。これもいいな。使い勝手良さそう。ここら辺までが、まあ、秋に活躍してくれそうなアイテムですかね。そしてまあだんだんですね冬っぽいアイテムも出てきましたが、アウター系ね、あー、このあたりのあったか中綿アラエルフードジャケット、いいですね。ちょっとこうスポーティーなデザインなんですけども、色合いがちょっとこうなんだろうな、曖昧な色合い、なんかちょっとオリーブなんだけどもスモーキーグリーンっていうね、最近なんか無印さんの中でスモーキーって言葉をね使うことが増えてるかなと思うんですけども、ちょっとくすんだ感じのこの色合いがなかなか素敵ですね。ちょっと着てみましょうかね。はい、実際に着てみました。サイズはちょっと大きめではあるんですが、なかなか雰囲気いいですね。この曖昧なグリーンすごく品がいいですね。ブラック系のパンツと合わせてもしっかりとねこの存在感のある色合いでいいですね。中綿なのですごく軽いし楽、うん、なんかちょっとオーバーサイズ感もあってシルエットも含めて今っぽいですね。こんななかったっすよね、去年もね。おー、結構なんか真冬でも意外とそんなにこう寒くない日もあったりだとか、ダウン着るほどじゃないなって日が結構多かったですので、そうなるとこの中綿のアウターでも全然いいんじゃないのかなと思うんですよね。これいいですね。一押しスモーキーグリーンですね。ちょっとこれもチェックしたいなと思います。他にもですねこのあたりは
あ、ちょっと丈の長い感じのスタンドからダウンコート。あ、これもまたいいですね。ちょっと丈の長いダウンで、まあダウンもがっつり入ってるというよりは、割とこう、ライトな感じ、そんなにたくさん入ってないので、まあ、これぐらいね、さらりと着るぐらいでダウンもいいかもしれないですね。ダウンとコートがうまくミックスされたような、そんなアイテムかなと思いますね。ちょっとこれも着てみましょうか。これも良さそうですね。どうでしょうか？かなり大胆に長さもありますし、モンスターパーカーっぽい感じの雰囲気ですよね。これもまたいいですね。なんかちょっとこう、ドメブラっぽい雰囲気もあるぐらい、なんかこう、ベーシックなんだけども、大人っぽくて少しエッジも立ってるような感じですね。色合いがまたいいですね。表記がなんだろうこれ。サンドベージュか。こういうクロート感ある色合いですよね。気合入ってますね。これはいいんじゃないですか。また軽いし、これだったらなんかね、コート代わりにさらっと羽織って気軽にね、出かけられるし、今っぽい雰囲気も漂ってるので、なかなかいいアイテムですね。いいっすね。スモーキーグリーンとサンドベージュ、皆さんはどっちがお好きですか？ぜひコメント欄で教えていただきたいなと思います。はい、他にはですね、秋に活躍してくれそうな、まあ、ステンカラーコートですね。ステンカラーコートの中にもこれ軽量のダウンが仕込まれてるんですね。ほんとうっすらなんですけども、まあ、触るとちょっとこうもちっとした感じがして、この内側にもダウンが入ってるということで、軽いです。コートにしてはすごくこうずっしりとした感じではなくて、軽くていいですね。で、色がモカブラウン。また曖昧なところついてきますね。さすが。この色味もいいですね。着ましょう。アウター類は着やすいのでどんどん着ていきましょうか。まあブラックネイビーとかこのあたりは定番なので、まあまず間違いがないかなと思うんですけども、ちょっとこういった今季はなんか曖昧なカラー、このあたりを着てみるのがなかなか面白いなと思うんで。はい、実際に着てみましたが、いかがでしょうか？これめちゃくちゃいいですね。色がまた表現すごく良くて、まあ、ブラウンとベージュの間ぐらいですかね。なんかコクのある色合いで、上品な見え方してくれるし、でも野暮ったく見えないようなバランスのいい色合いですね。まあ、ステンカラーコートということで、肩のラインですね。ここなんですよ。だいぶ落ちてるんですよね。通常の、これ前の無印さんだったら、もっと普通のフィッティングだったと思うんですが、サイズ感緩めになっていて、なんかベーシックではあるんですが、ちゃんとサイズ感が今っぽくなってるってところが程よいんじゃないですか。内側もこんな感じで。これ着やすそうですね。めちゃくちゃいい。断然このモカブラウンおすすめなので、ぜひ黒とかネイビーじゃなくて、この色ね、皆さんチェックしていただきたいなと思います。軽いですね。ちゃんと機能的というところが無印さんのいいところですね。まあ、どんなにかっこいいもんでも重たいと着なくなっちゃったりだとか、まあね、ちょっとケアがしづらいものは自然とこう着用頻度が減ってしまうんで、そのあたりも含めてちゃんとこう生活に寄り添ってる感じがあっていいですね。これはすごいな。このあたりはね、相変わらずやってる定番なんですけども、今回はあえて割愛させていただいて、ちょっとこれまでになかったものですね、いろいろあったので皆さんにご紹介しました。あとはこのようなですね、フリースですね。これもまた良さそうですね。フリース。このあたりもちょっとボリューム感があって、なかなかいいですね。このカラーがいいな。ちょっと着てみましょうか。これなんかもね、なんか秋冬の内側に着てたら可愛いですよね。ああ、これもいいですね。これだとアウターでサライト羽織ってお出かけもできるので、すごく良さそうだな。これも多分、これまでのね、無印さんにはないようなテイストかなと思うんですけど、なかなか使いやすそうですね。これともうね、ステンカラーコート先ほどの合わせちゃえば、これだけで冬越せちゃうんじゃないのかなと思いますね。レイヤードで本当のダウンじゃなくても全然いけちゃうかなと思うので、これはいいんじゃないですかね。いい。めちゃくちゃいいですね。ぜひ皆さんこちらもチェックしてみてください。まだまだちょっと暑いですけどね。撮影当日最高気温38度ぐらいですか。めちゃくちゃ暑いので、想定はできないんですけども、これを着てね、出かける季節が楽しみだなっていう感じですかね。ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。
はい、ということで今回の動画はですね、無印良品さんの秋冬のですね、新作展示会の方にお邪魔させていただきまして、これから発売予定のアイテムをですね、皆さんにもう全力で解説をさせていただきました。まあ、どのアイテムもですね、かなりこれまでの無印良品さんとは違った魅力に溢れていたなと思います。無印さんらしいこう生活に寄り添った、使い勝手の良さだとか機能性というところはちゃんと担保しつつも、デザイン性もベーシックだけどサイズ感がかなりこうゆったりめになってたりだとか、今っぽいデザインバランスになっているので、これはですね、大人世代にも取り入れやすいと思いますし、まあ、僕ら世代もどんどん着ていきたいアイテムがより増えたんじゃないかなと思います。この傾向というのがおそらくですね、今年だけではなくて来年以降も、さらに強まっていくっていうお話もいただいたので、これからのちょっと無印良品さんの新作は、まあ、見逃せないところかなと思います。僕のね、動画の中でもしっかりと今後もね、レビューしていきたいなと思いますので、無印良品さんの動画も楽しみにしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。